siellä kuollut tyhjän tontin takia tarina edetessä. Kore ga kara no hitotsu wa. Tää vähän hienompaa varmaan odotettiin. お前、まことなんやろ。そないなとこで何してるんや、お前。まこと？se näkee nyt vai？あなたにはまた会えると思ってた。お前見えとるんか。Proof of love.Sydän rinnasta. お前、見えとるんか？なんとか街を歩ける程度にはね。あなたがそこにいるってことくらいは見える。どないなっとんねん。今日あの空の一壺で兄と10年ぶりに会った。でもその時私は目が見えなかったし、兄はもう殺されてた。その兄の体に触れた時、ずっと見えなかった目が光を感じ始めたの。そんなことがあるんか。兄の顔はどんなに顔を近づけてもはっきりとは分からなかった。分かったのはひどい拷問を受けて殺されたこと。堂島組のヤクザたちが兄を、あんなたちのせいで。まさか復讐なんて考えなよ。やけになるな。事情が変わったんや。俺の雇い主はもうお前を殺さん言うとる。今のそいつの狙いはお前の命やない。あの土地をお前から買い取ることなんや。せやからそいつに大手土地手放したらもう誰にも狙われんようになる。安心せ。俺が一緒におる。何があっても必ず守ったる。私のことなんかどうでもいい。私には死んでもやらなきゃいけないことがある。もしあなたが私を助けたいと思うなら手を貸して。兄を殺したのは空の一つを狙うヤクザたち、堂島組の3人の幹部、そして堂島総兵。俺にそいつらを殺せっちゅんか。お金なら払える。10億で足りる。もともと私のことも殺そうとしたんでしょ。お願いだから、あいつらを殺して。きっとあなたは兄がそのために私と出会わせてくれたんだよ。だったら兄は
私が仇を討つのを望んでるってことでしょ。お前の兄貴がそんな男のわけないやろが。待てよ。ほっといて。もう一人で平気だから。マコト。おい、待って待って。ほっといて。なあ、たこ焼き食いかんか。たこ焼きや。わか。それ食った後でまだほっとけ言うんやったら、俺はそこで消えたる。またお腹が空いてるから落ち込むんだっていうの。バレも話した。あかんか。いいよ。でも食べたらもう私に構わないで。その話は。食ってからにしろよ。本当に食べに行くの？たこ焼き。当たり前やろ。行くで。ほな行くで。足元気ぃつけや。まだよう見えてへんのやろ。よう、そんなんで町中歩けたな。怪我してへんか。大丈夫だから。50% だって。え？雪の確率。天気予報で言ってた。そっか。どうりで寒いわけや。さあ、降られる前に早い行こうか。どういうこっちゃ。どうかしたの？あのよ、たこ焼き屋に人がめっちゃ並んどる。そう。そういえば私。さっき屋台を見かけたか。屋台ってたこ焼きんか。多分匂いがそんな感じだったから。どこで見たいんや。なんか広場みたいなところ。周りに大きな建物がいっぱいあった。この辺りで広場言うたら劇場前広場やろうか。ほなそっちに行ってみようか。走り疲れただけや。せやからちゃんとはぐれんでついてきや。たこ焼きの屋台、こ
この辺りだった気がする。そうか、ほな探してみるか。なんていいって。私一人で平気だから。時間かかってすまへんな。せやけど、まずはたこ焼き食ってからやで。段差気ぃつけや。二つくれや。はいよ。はよしてや。はいはい。優しいんだね。うるさい。いい人じゃない、ね。グダグダ言うとらんとさっさと焼けや。いい人です。キーパー、私なんかのために大変な目にあってもまだ私を助けようとしてくれる。この人がいなかったら今頃もう私は。あなたのタイヤラッシュはまあ美味しそうですね。いい匂い。そうでしょ。よし、おまけでもう一つサービスしちゃう。本当ですか。ごちそうさま。大阪にも負けてないね、カムロ町のたこ焼き。ああ、そんだけお前は世間知らずやったっちゅうことや。そうだね。どうやって道島組に復讐する気なんや、お前。教えない。アホなマネはよせや。それにもし俺が手伝ったとしても組の人間に手出したら連中はどこまでも追ってくる。結局お前は殺されんだ。その場合どないな目に遭わされるか俺にもわからんのよ。私のことはどうでもいいって言ったでしょ。もう少しだけ考える。今さらそんな急ぐ必要あらへんやろ。それならあなたの方も考えて、私に手を貸すかどうか。あなただって考えが変わるかもしれない。美味しかったな、たこ焼き。まあ、もう一個食べない？私買ってくる。ここにおれや。まだ目がよう見えんのやろ。俺が買うてきたる。ごめんね。すぐ戻ってくるわ。ジョー待っとけ。遊んで帰りませんか。
Trent Barkin. Kyllä lähtee tällä aikaa. Jotto, omae! Kono tsura kiini kuvanee na. Jamae. たこ焼きくれや。何言うとるんやお前。さっき公園から出てきたお姉ちゃんからあんちゃんに伝言預かっててんの。何やと。その子もあんたの名前知らねえっつうからたこ焼き持ってんの目印に声かけろってさ。お姉ちゃんは誠って名乗ってたけど伝言の相手あんたでいいんだよな。あのアホ。明日の5時空の一坪の上にあった屋上に来てって。そんだけ伝えたらあんたには分かるって言ってたけど。明日5時屋上。伝言のお礼はあんたからたこ焼きもらってくれてさ。さっさと持ってけ。ごちそうさん。どこほっつき歩いとんねん。まこと。やは。どういうこっちゃ。どこの組のもんや。渋沢組だ。渋沢組。うちの雇った鬼人会。てめえのおかげでさんざ下手うってな。仕方ねえから消す羽目になっちまった。お前らが西谷を手間かけさせやがって。いい加減目障りだぜ。誠はどないした。あの女からうちの親父に土地を譲りてって連絡が入ってな。丁重にお迎えしてやったよ。なんやと。あの子が自分から渋さんに連絡したっちゅうんか。振られちまったな。今頃親父は女を堂島組長に差し出してる。しかし女ってのは分かんねえもんだな。あいつはわざわざお前がここにいるって俺らに教えてくれたよ。しつこくつきまとってくるから追い払ってくれってよ。
堂島組長と女はどこで会うんや。関係ねえだろ。お前の行く先はあの世なんだからな。あの子は俺を呼んどるんや。せやからお前らをここに起こした。はあ？あの子はどこにおんねや！Laulaamassa minulle. Onna on tukuja. Sora. Hai oi jää. Iana hoka no monni kiku. Sono mai ni omai ni a sinde morau kedo na. Hai oi jää! Roppongi. Sebastian Bira no. Tenbo terasu da.親父、牧村誠さんをお連れしました。よくやった、渋沢。次期若頭、これで決まったな。兄貴たちの協力のおかげです。お二人には今後も堂島組のことを支えてもらわねえと。それで牧村さん、空の一坪の件で俺に話があるって。土地はあなた方にお譲りします。あんな土地私には必要ありませんから。おじい様の残された土地だ。そう無下にするもんじゃねえよ。条件があります。10億でも不服か。お金はいくらでも結構です。ただし、これまで空の一坪に関係してきた若頭補佐のお三方、その人たちは私の兄を殺しました。立花不動産の社長、あの人は私の兄です。それで、あなたの手下の首を3つ私の前に並べてください。堂島組長、それが殻の一つをお譲りする条件です。このペータ
kaupungin osasta. Jaa. Oi. Dare ka kuru zo. Haa? 一人か。誰だありゃ。ま、真面目。渋沢組が始末したんじゃねえのか。真面目。黙れこれ。うっさいわボケ。え？お前らに構ってる暇はないんや。道明けな血見るだけやで。だから先生やらけんまい。さっさとどかんかい、ボケが。Tuntemaan vähän kuolevaisuutta. Makoto! Jaha, sano ei. Näin ja kuriva. Se on pakko tappaa noin. Nani stori ya omae! Aika paljon tässä pistetään porukkaa kylmää. Yeah!
おい、マコト、聞こえるか？しっかりせえ！おい、俺がわからんのか？返事せえや、マコト！ごめんなさい。マコト、私だけじゃ何もできなかった。またあなたに迷惑。もう喋らんで。お願い、聞いて。あなたの手下の首を三つ私の前に並べてください、堂島組長。それが殻の一つをお譲りする条件です。かわいい子分の首で土地を買えと？俺がその条件を飲むと思うのか、お嬢さん。あなたが条件を飲まなければそれはそれで構いません。その時は他の方に土地を売るだけです。オッケー、se buscas myydä jollekin toiselle。なるほど。ただ俺が思うに言った。あの殻の一坪って土地は少し過大評価されすぎている。あんたは知らんだろうが、あの一坪は周りの地上げが相当進んだ時に偶然見つかった土地だ。町のど真ん中にあんな端切れの土地があるなんてことはお役所でさえ気づいてなかった。それが？そのまま知らなかったことにして再開発計画を進めることもできる。だが再開発が進んだ後になってあの土地の所有権を主張されるとまずい。裁判でも起こされりゃ大事だ。再開発は白紙になる可能性も高い。でも逆に言えば土地の所有者が妙に騒ぎ立てさえしなけりゃ役人もヤクザも困りゃしねえってことだ。あの土地の相続権持ってんのはもうこの世にあんた一人しかいない。権利関係調べ上げたがようやくその裏が取れた。
んな子供だろうがヤクザをなめちゃいけねえな。私は本当にバカで世間知らずだから、殻の一坪があればうまくやれるって、私にはそれしかないから。わかった、もうええ、やるしかなかったの。クソ、誰か誰かこの子を。マジマ、セロ、何こわといっぺったわ。何があった。なあかりもだ、撃たれてる、すぐに運べ。この人を知らせるな。クロバネよ、おさ、さま、おさたペラセウさん、ほいた。よかぬ、ヤクブルスや。どこに連れてくんや。安心しろ、お前も来い。あの子を助けたかったら今俺を信用しろ。それともお前一人で女を助けられるか。誠、声聞こえるか。死んだ、死ぬんやない。復讐でも何でもお前の望みは俺が叶えとるから。